なるほど。この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。でも、この列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。ああ。なんか、違和感。記憶がない。この列車に乗った覚えはないんですけど。それは多分直樹です。きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。なんでここにいるのかとか、何か言ってましたか？ありがとうございます。ここに来る途中に直樹はいましたか？そうなんですね。なら列車に乗っている乗客をみんな連れて行きましょう。直樹は普通車側にいるはずですね。よし。ここから出ましょう。あ、でもよく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか？ループする列車。アニメか何かで見た気がする。あ、思い出しました。なんかの番組で、二人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました。どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。ああ、だったら、一緒に発車させたらどうですか？両端から。私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？一緒に頑張りましょう。急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？そうですか？さっきの話だと、弟は多分普通車側にいると思うんです。弟を任せることになってしまうんですけど。でも、列車を止めることができたんですもんね。わかりました。では私の弟。直樹の一緒に頑張りましょう。急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。
さん来たんだね。待ってたよ。あ、お姉ちゃん、起きたんだね。直樹、無事でよかった。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。そうだ、お兄さんも一緒に来る？そうですね。来ない方がいいと思います。なんだか、私たちに何が起こったか分かった気がします。心配しないでください。私たちは大丈夫です。それより、もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。気がつきましたか？あなたは床に倒れていたんですよ。目が覚めてよかったです。運よくお医者様が乗っていたんですよ。軽い静脈血栓塞栓症でした。いわゆるエコノミー症候群ですね。体を横にして足を上げることで良くなったようです。本当に良かったですね。この方は命の恩人と言っても過言じゃないです。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。数分前に起きた人身事故です。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。